よく飽きねえな。朝からずっと匂い嗅ぎまくってさ。いい加減にしろよ。ててあれおかしいな。無惨鳥の巻。なんだい？ドロロ。ドロロ、体熱い。病か。あいにこら百姓だ。薬もねえし、どうすりゃいいか、わかんねえ。すまねえな。おっかちゃん？どうかしましたか？大丈夫、まだ眠っていなさい。ここは寺です。お連れの方が運んでくれたのですよ。兄貴。兄貴！いけません。兄貴、また置いてかれちまう。安心なさい。水を汲みに行ってもらっているだけです。誰もあなたを置いて行ったりしません。まんじゅしゃぎは好きじゃねえ。お父ちゃんとおっかちゃん思い出しちまう。そんなにひどい親御さんだったのですか？そうじゃねえ、そうじゃねえ。お父ちゃんもおっかちゃんも強いし優しいし、あったけんだ。お父ちゃん、次はオイラも連れてってや。おっかちゃんがいいって言ったらだ。あの侍どもいいざまだったぜ。ねえ、お頭、どいつもこいつも青びょうたんみてえな面して震えてやがったな。今の俺たちならあの大軍だって負けやせんや。ちげえね。次はどこを狙いやしょうか。そうだな。あれ、おっかちゃんのところに行ってろ。おいら聞いてたいのに。ドロロ、後で遊んでやっから。うん、ビー。おっかちゃん、おいらもお父ちゃんと行きたい。ダメだって言ってるだろ。おいらだって悪いやつくらいやっつけられな。もう少し大きくなってからだよ。行きたいったら行きたい、行きたい行きたい。言うこと聞かないとまた木に吊るすよ。うん、どうした、ほっぺた膨らましてルイスの真似か。ふん、あんなに膨らむかい。何してんだ。石投げ。オイラは刀使えねえから、こいつで悪いやつをやっつけてやんだ。うん、そいつはいい心がけだぞ。だがな、ドロロ、これからの世の中は力だけじゃ生き残れねえ。え？大変だー、サムライどもが攻めてきたぞ。ドロロ、そっちに隠れてろ。お頭、
返しに来やがったか。よくもやってくれたな、クソ悪党ども。俺たちが狙うのはお前ら侍だけだ。そこらの悪党と一緒にすんじゃねえ。抜かせ。心配ないよ、お父ちゃんはお父ちゃんだ。こっからどうしやす。すぐに仲間を集めて立て直す。ここで逃げちまったら死んだ奴らに合わす顔がねえ。おじや、しばらく転々とすることになるぞ。そうだね。この時代、各地に野伏と呼ばれる野党集団が存在し、その蛮行は力なき人々を恐れさせた。主を失った侍たちが徒党を組む。貧しき者たちが生きるために身をやつすなど、そこに至る理由は様々。その中にあり、農民たちが集い、かつ侍のみを襲っていた火袋たちは、極めて特殊であったと言えよう。ねえ、お父ちゃん。ん？お父ちゃんたちはどうして侍をやっつけてるの？そうやって奴らに教えてやってんのよ。俺たちも生きてる人間なんだってな。生きてる？侍はそんなこともわかんないの？いや、奴らも十分思い知ったんじゃないですかね。どういう意味だ？見てくださいよ。随分と腕のいい子分たちが集まった。お頭もそろそろ先を見たらどうなんで。うまく領主に取り入りさえすりゃいいご身分が手に入りやすぜ。イタチ、あんた、あたしらが受けた仕打ちを忘れたのかい？領主たちが勝手に始めた戦のせいで、親も兄弟も虫みたいに殺されて、みんなで作った村も焼かれちまったんじゃないか。は、俺は忘れちまいましたね。過ぎたことにいつまでもこだわってちゃいけねえ。むしろこれからは侍どもと手を組んで出世しなきゃ。この恥知らずが。俺は間違っちゃいねえと思うやつがねえ。もう一度言ってみろ。その口にこいつをぶち込んでやる。わかりやしたよ。柳本の奴ら、大吾との戦で疲れ切ってる。やるなら今です。なぜだ、イタチ。お頭、すぐにこの辺り一帯も全部戦場になっちまう。もう侍の時代なんだ。これからの世の中、あんたみたいに融通が効かねえんじゃ食っていけねえんだよ。残った子分は俺がいただいてくぜ。この卑怯者が奴先にしてやる。
その足じゃ立つのもやっとだろう。残念だったな、八つ咲きにできなくて。火袋の火が消えてズタ袋になっちまったな。あんた、ひたち、探す。おっかちゃん、地獄ってこんなとこかい？さあ、でもここよりはマシかもしれないよ。血みたいな色をしてるんだろう。戦で死んだ奴らの血を吸ったのかもしれねえな。いい加減なこと言って怖がらせないでくれ。やめてくれ。この村は俺たちが何年も何年もかけてようやくここまでになったんだ。黙れ。我が軍が攻め入る経路にはいかなる障害もあってはならん。これは領主様の命令ぞ。そんな、じゃあ俺たちはこれからどうやって生きていけばいいんだ。離さんか。さっさと焼け。ひでえよこんなの。領主も侍も戦を名目にすりゃ何をしてもいいと思ってるんだ。でもあんたはもうやめとくれ。行くぞ。そこのお前止まれ。その大長巻、忘れようにも忘れられん。野党に屋敷を襲われ、仲間を全て殺された。自分だけが生き残ったのは何の因果かわからぬままだった。それが今わかった。貴様！貴ちゃん、オイラお腹すいたよ。いつか戦は終わる。そうすればお腹いっぱい食べられる。それまで絶対に負けちゃダメだよ、ドロロ。お前さん方、余計なお世話かもしれんが、
この先を登ったお寺でお侍さんが施しをしてくださっとる。行ってみるといい。こいつは驚いたな。あんた何してんだい。いやね、うまく漁師さんに取り入ったはいいが、今度は戦場で手柄を立てにはならんのさ。この辺りには野伏が多い。必要な人手を集めるにはこうするのが手っ取り早いのよ。それよりお頭はどうした。そうかい、久しぶりだな、ドロロ。元気そうじゃあねえか。やめな、ドロロ。でもオイラ、おっかちゃんの言うことが聞けないのかい。分かったよ。そろそろ終わりだ。全員分はねえからな。待ってな、ドロロ。私にもちょうだい。お前ワン持ってねえじゃねえか。こっちが用意した分はもうなくなっちまったんだ。悪いな。構わないよ、ここに。いや、でも言う通りにしてやれ。えい。おっかちゃん大丈夫？ああ、さ、慌てて食べるんじゃないよ。おいしいよ。おっかちゃんは？いいから全部お食べ。あんたのそんな姿は見たくなかったぜ。落ちぼれちまいやがって。ドロロ。これからの世の中は力だけじゃ生き残れねえ。ここだよ、ここ。賢くねえやつは死ぬぞ。バカ野郎！おっかちゃん？そうだよ、少し休めば。おっかちゃん待ってて、オイラなんか食べ物探してくる。おいで、ドロロ。いつか戦は終わる。それまで負けちゃ。おっかちゃん、おっかちゃん返事しておくれよ、おっかちゃん。おいらもう腹減ったなんて言わないから、だから死なないでよ。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん。だからおいら絶対負けねえ、戦なんかに。どのようなご関係かは存じませんが、都市派の床の女の子を連れての旅はさぞかし難儀でしょう。どうかあなた方の旅路に仏様のご慈悲がありますように。ガーゴン調整が。あの海女さんが言ってたけど、オイラ三日闇にかかってたんだって。寺にいる間のことは全然覚えてねえや。兄貴、置いてかないでくれてありがとな。あ、そうだ、兄貴は見えねえだろうけど、着物も洗ってもらったんだ。ほれ、匂わねえだな。ん？待てよ。ってことは、おいら、兄貴の前で服を。あ、兄貴、あの海女さん、おいらのこと、なんか言ってた？言ってたのか？兄貴、おい、聞こえてんだろ？なんとか言え！おい、こら、兄貴！おい、兄貴聞こえてんのか？黙ってないでなんとか言えよ！おい、兄貴！
かつて城勤めをしていた産婆から両腕両足のない赤子を川に流したと聞いた者がおります。さらに3日ほど前、朝倉の密偵を追っていた組頭が何者かに襲われ深手を負いました。組頭によればその者の両腕は作り物であったと。